私は夢を見ていました。昔から私は夢を見ている時に、たまに自分は、今、夢を見ているんだと自覚することがありました。この時もそうです。なぜか私は、薄暗い無人駅に一人いました。随分陰気臭い夢だなと思いました。すると、急に駅に、正気のない男の人の声で、 アナウンスが流れました。それは、間もなく、電車が来ます。その電車に乗ると、あなたは怖い目に遭いますよ、と、意味不明なものでした。それは電車というより、お猿さん電車のようなもので、数人の顔色の悪い男女が一列に座っていました。私はどうも変な夢だなと思いつつも、 自分の夢がどれだけ自分自身に恐怖心を与えられるか試してみたくなりその電車に乗ることに決めました本当に怖くてたまらなければ目を覚ませばいいと思っていたからです私は自分が夢を見ていると自覚している時に限って自由に夢から覚めることができました私は電車の後ろから3番目の席に座りました 辺りには生暖かい空気が流れていて、本当に夢なのかと疑うくらい、リアルな臨場感がありました。出発します。とアナウンスが流れ、電車は動き始めました。これから何が起こるのだろうと、私は不安と期待でドキドキしていました。電車はホームを出ると、すぐにトンネルに入りました。紫っぽい明かりが、 トンネルの中を怪しく照らしていました。私は思いました。このトンネルの景色は、子供の頃に遊園地に乗った、スリラーカーの景色だ。この電車だってお猿さん電車だし、結局過去の私の記憶の中にある映像を持ってきているだけで、ちっとも怖くなんかないな。とその時、またアナウンスが流れました。 次は池づくり。池づくりです。池づくり。魚の、などと考えていると、急に後ろからけたたましい悲鳴が聞こえてきました。振り向くと、電車の一番後ろに座っていた男の人の周りに、四人のボロ切れのようなものをまとった小人が群がっていました。よく見ると、 男は刃物で体を裂かれ、本当に魚の池づくりのようになっていました。強烈な周期があたりを包み、耳が痛くなるほどの大声で、男は悲鳴を上げ続けました。男の体からは、次々と内臓が取り出され、血まみれの臓器が散らばっています。私のすぐ後ろには、髪の長い顔色の悪い女が座っていましたが、 彼女はすぐ後ろで大騒ぎしているのに黙って前を向いたまま気にもとめていない様子でした。私はさすがに想像を超える展開に驚き本当にこれは夢なのかと思い始め怖くなりもう少し様子を見てから目を覚まそうと思いました。気がつくと一番後ろの席の男はいなくなっていました。しかし赤黒い 血と肉の塊のようなものは残っていました。後ろの女性は相変わらず、無表情に一点を見つめていました。次はえぐり出し、えぐり出しですと、アナウンスが流れました。すると今度は、二人の小人が現れ、ギザギザスプーンのようなもので、後ろの女性の目をえぐり出し始めました。さっきまで無表情だった彼女の顔は、 痛みのためものすごい凝燥に変わり私のすぐ後ろで鼓膜が破れるくらい大きな声で悲鳴を上げました目から眼球が飛び出しています血と汗の匂いがたまりません私は怖くなり震えながら前を向き体をかがめていました心が潮時だと思いましたこれ以上付き合いきれません しかも順番から行くと、次は三番目に座っている私の番です。私は夢から覚めようとしましたが、自分には一体どんなアナウンスが流れるのだろうと思い、それを確認してから、その場から逃げることにしました。次はひき肉。ひき肉ですと、アナウンスが流れました。最悪です。どうなるか容易に想像できたので、 神経を集中させ、夢から覚めようとしました。夢を覚めろ。覚めろ。覚めろ。いつもはこう強く念じることで成功します。急に、ウィーンという機械の音が聞こえてきました。今度は小人が、私の膝に乗り、変な機械みたいなものを近づけてきました。 多分私をミンチにする道具だと思うと、怖くなり、夢を覚めろ、覚めろ覚めろ、と、目を固くつむり、一生懸命に念じました。ウィーン、という音がだんだんと大きくなってきて、顔に風圧を感じ、もうダメだと思った瞬間に、静かになりました。 なんとか悪夢から抜け出すことができました。全身汗でびしょびしょになっていて、目からは涙が流れていました。私は寝床から台所に向かい、水を大量に飲んだところで、やっと落ち着いてきました。恐ろしくリアルだったけれど、所詮は夢だったのだからと自分に言い聞かせました。次の日、学校で会う友達全員に、この夢の話をしました。 でもみんなは、面白がるだけでした。所詮は夢だからです。それから4年間が過ぎました。大学生になった私は、すっかりこの出来事を忘れ、バイトなんぞに勤しんでいました。そしてある晩、急に始まったのです。次はえぐり出し、えぐり出しです。あの場面でした。 私は、あの夢だとすぐ思い出しました。すぐに前回と全く同じで、二人の小人が、あの女性の眼球をえぐり出しています。やばいと思い、夢を覚めろ、覚めろ覚めろと、すぐに念じ始めました。今回は、なかなか目が覚めません。夢を覚めろ、覚めろ覚めろ。次は引き肉。 ひき肉です。いよいよヤバくなってきました。ウィンと近づいてきます。夢を覚めろ。覚めろ、覚めろ。覚めてくれ。ふと静かになりました。どうやら何とか逃れたかと思い、目を開けようとしたその時、また逃げるんですか次に来た時は、最後ですよ。 あのアナウンスの声がはっきりと聞こえました。目を開けると、やはりもう夢からは完全に冷めており、自分の部屋にいました。最後に聞いたアナウンスは、絶対に夢ではありません。現実の世界で確かに聞きました。私が一体何をしたというのでしょうか。それから現在まで、まだあの夢は見ていませんが、次に見た時には、 きっと心臓麻痺か何かで死ぬと覚悟しています。こっちの世界では心臓麻痺でも、あっちの世界では、ひき肉です。